サスケ TV です。ぽよんぽよん。今回はですね、マクドナルドのポテトを実際並べると何センチになるのかという検証をやりたいと思います。イエーイ。買ってきたのがポテトの L、 ポテトの M です。これはそれぞれ並べてったら何センチあるのかなって、まあ皆さんいつも疑問に思ってたはずなんです。思ってねえか。S S、 かわいい。地味な作業。これやった人いる今まで。どうせ早送りだろ。ここ当てしねー。入った。これ S です。 M、 食べたい。新聞ないですか。もしもし、わかりました、取り行きます。新聞紙ある。お、三色だ。長さが足んないのでもう場所を変えます。やったよ、みんな。移動。一つ上の階に来ました。ここまで長さがあれば大丈夫でしょう。もう一回 S から行きます。じゃあ数もね、数えていこう。1、2、3、4、51本。 M です。1、8。ギャーギャーギャー。26、24、40で S 抜いた。ってことは本数が短いのに M の方が早いってことだね。今何本、何、いくつだったっけ。もう一回数えよう。40、42、44、45。部屋を抜けました。46だね。1、2、3、4、5、46、65、74、75、98、101。すげえ、ちょうど倍。ポテトの L。 1、2、3、4、5、6、7、8、9。ギャーギャー。ああ。長くなったからティッシュです。100。パフパフパフ、どんどん。手書きじゃないか。117。これ終わりました。S がだいぶないね、少ないね。結果発表。こちらの S ですね、277cm、51本。 M、554センチメートル、101本。 L、 684cm の117本という結果でした。総合的に考えて M サイズが一番得なのかなという感想で、以上サスケ TV でした。チャンネル登録してね。ピローン。やっと食べれる。500。